山田キングです。島崎美香です。さあということで今回この2人でラッパチラムスのいい愛媛、こちらホールがキスケパオ小坂店に来ております。かわいい名前の、ね、キスケパオっていうね、はい、かわいい名前のホールでね、はい、お嬢さんお嬢さんと、あ、じゃあお嬢さんじゃなかったですお嬢さん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 ですよ。お嬢さん、はい、お嬢さん何見たんですまあ今回はね柴崎美香ちゃんとやっておりますが、はい、前半はバジリスク絆を打ちまして、はい、後半はなんか違う台を打とうということで、できればバチンコをちょっとね、はい、打ちたいかなと思っておりますが、うん、なんかあるこれ打ちたいみたいな、うん、バチンコか、あんまりないんであれば、はい、僕がおすすめする台をちょっと打ってもらう。本当ですか。バジリスク絆、はい、あんなに楽しいっていうのが僕のねプレゼンで分かったわけでしょ、はい、バチンコを任せておいてください。本当ですか。任せておいてください。バジリスク絆プレゼンしてましたその場合なんか勝手に当たって勝手に喜んでみたいな、はい、してたっていうことでいいしね、はい、してたって。あ、そうですね。だから後半も任せておいてください、はい、バチンコの楽しさを、バチンコライダーですから元は、元は僕は、はい、バチンコの楽しさをじゃあ後半伝えたいと思います、はい、でももう不安、大丈夫ですか。何が不安だ何が不安だ。トークトークが不安トークが不安なのは分かるよ。なんかこうってなってるんで、ぐにゃぐにゃしてた、はい、大丈夫かなと思って。やる気がある時にぐにゃぐにゃしてしまうんですよ前から。おだから今日はね、やる気満点ということです。笑ってるじゃないですか。だからもうちょっと店に入って、はい、打ち台決めたいと思います、はい、もう早速行きましょう、はい、行きたいと思います。後半戦スタートです。今回の収録ホールは愛媛県松山市にあるキスケパオ小坂店。昨年の11月にリニューアルを行い、パチスロコーナーを増大。パチンコ448台、パチスロ329台の計777台で営業中のホールとなっています。休憩スペースには5000冊の漫画がずらり。遊戯の間にちょっと一息入れるのもいいのではないでしょうか。パチスロコーナーのデータ機器にはビグモプレミアムを設置。 15.6 インチの大画面でとことん見やすい仕様となっています。28日間のスランプグラフ、当日の細かい遊戯履歴、大当たり結果の集計表示などデータの量も満載となっています。さらにビグモプレミアムには実践データを記録して持ち帰る機能を搭載しており、メニューボタンからマイデータを選択して遊戯を開始します。遊戯終了後にパチロボのアプリから QR コードを読み取って記録完了となります。ぜひ実践に役立ててみてくださいね。さあそれでは島崎美香ちゃんとの後半戦は、はい、パチンコこちらになりました、はい、スーパー海物語ジャパンということで、はい、これ打ったことある？ないです。ない、はい、これ本当楽しいから。本当ですか、はい、今回はこちら319開運バージョンですからね。開運バージョン、開運バージョン、あ、本当だ、開運バージョン、運を開いていただきたいと思います。いいことあるかも、はい、それでは行きましょう、実践スタート。もう好きなものでいいよ。海モードは、ね、一番シンプルなやつなんで、はい、ジャパンかお祭りがとりあえずいいかなと思いますが、お祭り行きますか。バンズお祭り、お祭り、はい、これお祭りですね、はい、はい、ちなみに、はい、あの保留がこれ8個たまるんで。あ、そうなんですか。そうなの、もう打ちっぱなしでも全然大丈夫ですよ。で、熱い予告とか出たら、はい、まあね、あの打ち出すの止めた方が、もしそれで当たっちゃったらその、ね、保留分がもったいないからね。はい、まあでもそこまで気にしなくて大丈夫です。で、保留変化も結構大事です。今青色になりましたけど、これが緑赤と、まあ、その上の保留もあるんですけど、はい、まあ、基本赤までいったら結構じゃん、ね、順調に解説を進めるヤマキンに早速チャンス。あ、マリーディー陣だよ。泡か、泡は本当当たんないもんなと思ってたら当たるのがいいところなんでしょう。マリちゃん、はい、マリちゃん、マリちゃんでも年々スタイル良くなっていくよな。やっぱり目線がずれてる。そうよ、もうマリちゃんもう結構なもうボディしてますよ今。すごいですよ。いや、完全に負けてますよ。羨ましいなと思っていつも見てるんですから。ちょっとは言い返してやりなさいよ。
負けもいいとこですよ。もう諦めた。もう諦めるしかないじゃないですか。分からんや、今から成長していく可能性は。ないですね。ごめんなさい。ないです。ないです。はい。あっさり負けを認めた美香さん、そんな因縁の相手が自分の代にも登場します。おお出た、強豪出た、ちょっと頑張って頑張って待って、お願い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 、マリンちゃんよろしくお願いします。やい、はい、はい、やばいやばい、出たやってもた、大当たりしないといろいろね見れないのあるんだから。うわやっちゃった、やったね、やっちゃいました。今日一番の見せ場だったらどうしよう今の。いやありえるありえるよこれ。そんな不吉なこと言わないでください。賭け外れたも知らんわこれは。見捨てないでくださいよ。あタッチタッチタッチ、あわわあわわあわ。でこのリーチの時はね大入りのね、あの札がついてればねチャンス。あ今リーチ中に触ったらなんかこの、はい、あったでしょ、はい、あれ黄色だと非常に寒いっぽい。あそうなんですね、そういうところもちゃんとチェックしとかなきゃいけない、ね、そう大変なのよ、やること多いよ言っとくけどです ね, ね。あ緑色になった保留が、あ緑ちょいチャンスね、こっからカットに、ね、カットに入ったね。でもあ今右行った、右より左の方がいいのよ行くのが、でさらに上の方がいい。右に行ったということはすなわち、あカニだけに堪忍してねって言うから。言うんですか、外れたら。本当ですか、今言ってたよ。絶対嘘でしょ。え言ってよ、ちょっと聞いてよ。そうよ今回。え誰が言うんですか、カニが。あでも外れたカニっていうこともある。本当ですかなんで俺そんなしょうもない、これ嘘だとしたらしょうもなさすぎるでしょね。じゃあなんかマリンちゃんがこうごめんねとか言うのはイメージありますけど、言うのと一緒で今回はカニも喋るようになったの。本当かな、本当本当。カメはたまに喋る、カメも外れた時は。え、生徒が喋るんじゃないんですか。たまに喋るやつがいるのよ。カニはもう絶対、まあカニは基本的に喋る。サメは、サメるわーって言うわ。まあ、外れた時。マジマジ、いや本当本当。サメるわーって言う。大阪の方かな。そうですね、サメるわーっていうイントネーション的にね。サメるわーって言うで、外れたら。はいはい、そんなのありません。この話はもう終わりにしましょう。ミカちゃん結構目押しとかバッチリやんか。はい、あれ初めからできたの。あ全然できなかった。あ全然できなかったやん、はい、そっからどうやってできるようになっていったの。ジャグラーで鍛えて。ああ鍛えるってどういう鍛え方なの。遠くから見て。おうおう聞こう聞こう。で、おうあちょっと待ってね。あ分かった。喋ります。あ、ジュゴンとそのあれは喋んないんじゃないかな。当たった時はジュゴンはね喋る可能性があるね。マリンちゃんが許してって言いましたよ。あマリンちゃんしか喋んなかったね。違う、そんなことより、はい、そんな嘘より、嘘って言ってないですか今。ちょ目押しよ、目押しコーナーほら全くできなかった子が、はい、結構今もうバッチリできるやんか、はい、そこに行くまでなんか知りたい人も多いと思うのよ。そスロットやってみたいけど目打ちができないからね。私もちょっと気になります。まあ、ボーナス図柄を揃えなきゃいけないってなった時に、うん、ボーナス図柄だけ大きいじゃないですか。でそれ以外の図柄ってまあちっちゃいじゃないですか。だから横にはみ出てる部分があるんですよね、ボーナス図柄の、はいはいはい、その横にはみ出てる部分を遠くから一生懸命目でこう頭振って追っかけて、わーって、そうそう、あ、来た、ヘッドバンキングみたいに来た来た、ほいってやって練習してました。なるほど。でそれができるようになったら他のも見えるようになってきたみたいな感じ。そうですね、あの最初は、うん、バーと7が違いが見えなかったんですけど、はいはい、それで目が慣れてきたら違いが分かるようになって、分かるようになってきてちょっとずつ上達していったってことだ。そうですね、なんか覚えてないんだよね自分が目打ちができるようになった。あそうなんですか。そう
なんか初めから見えてたような気もするし。そうか、ジャグラーからか。でもジャグラーからが一番わかりやすいかもね。とりあえず多分最初にこれなら当たったっていうのがわかるからって言われて。そうかそうか、そうだよね、はい、最初はその当たったすらもよくわからなかったんで。ね、そうだよね。目押しに苦手意識を持っている方も練習あるのみですよ。青2つ大事に持ってますよ今。おお、ステップ4。あ、別花火大会結構期待できますよ。おー、いい、いかないけど、いける。あー、わっちゃーん、わっちゃーん。しかも、人が色だった今。そうだよね、あー、ホリアスね。いやー、ちょっと弱いな。花火大会も大きな祭りあるの？別にない、そんな有名なの。広島は宮島で花火大会。あ、宮島、そうだ、はい、水上かな。ジャパンモードっていうのがあるんだけど、これジャパンモードにすると、はい、いろんな地域の四季折々の背景が見れるの、はい、これに宮島出てくる。あ、本当ですか。ジャパンモードもね、なかなかいいよ。結構シンプルな感じで、この背景が、そう、富士山の背景だったり、はい、いろいろあるから。ちょっと一回あったらね、モード変えてみましょう。変えてもいいけど、結局変えれなかったっていう話もあるから、ね、終わったら。縁起でもないことを言うもんじゃないですよ。あ、いいですよ、いいですよ、ステップアップが。あ、特格特格特格。俺俺俺俺俺俺。特格。クジラッキー。なんとか初当たりが取れましたね。そして美香さんはというと、これも熱いでしょうね。あ、赤い赤い。あれあれあれ。あー、なんか同時に認めました。ありがとうございます。赤のエフェクトは使ったんだ。ラウンド昇格もあるからね、もちろんね。あ、そうかそうか。で、時短に入ったけど実は格言だったっていうパターンもある。おお、最後までドキドキですね。ドキドキドキ。昇格アクションは、あ、来た来た、チャレンジ。お尻で入れるとチャンスなんだよこれ。月にウサギもいないけど、どうでしょう。打ち上げて、はい、ダメだ。やらず、ダメか。これ楽しくない？でも楽しいです、ね、これ楽しいでしょ。打ち上げて、ね、そうなのよ。最終ラウンドでも昇格せず、時短に突入です。何図柄で当たりますかね。やめてやめてや、なんかやめてや、なんか今何図柄で当たりますかね。悪い感じのあれになっとる。あ、チャンス。あー、チャンス、いいですよ。これ隠れの可能性大ですよ。これは当たる、これは当たるでしょ、大丈夫でしょ。あ、白いって、大丈夫でしょ、格変でしょ。チャンス目を経由しているので、当たれば格変濃厚。さあ、どうだ。それからダッシュ、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 マジでマジか。今エフェクトバカかったよね、はい、マジで思った。これは嫌な予感。こういうのはずっとちょっと不安になるよね。やばいやばい、これ記憶出なかったらやばいパターンやな、これ。うわ、やばい、これは2のパターンだこれ。これ通常のパターンじゃ、当たり方は止まれ。タコタコ、おー、セーフセーフ、許す、マリー、それは許す。グッジョブですね。グッジョブ。うわお、あ、あ、これね、リーチの連続、2連。これも当たれば勝てる可能性が高いはず。
あ、しかも1だからね。大丈夫だ、大丈夫だ、もらった。もらった。あ、青方とか行かなかった。あ、これ熱いですね。泡黄色、大丈夫？泡黄色、大丈夫？よし、よし、終わった。よし、どちらかを決め、これで2連中。実質断髪という最悪の事態は回避しましたね。あー、気持ちよく終わっちゃいました。まあまあまあ、任せていてこっちに。あとはもう俺に任せていてくれたらいいから。金魚群見たい？金魚群見たいです。あ、見たい。OK、うん、やっぱ女性の頼みは大体叶えるようにしてるからね、僕は。頼もしい。お金を貸してっていう願い以外は大体ね、叶えるようにしてあげてるから。ほらほらほら、やってくれるじゃん。そういうことですよ。これ触らないと出ない企業もあるからね。さすがですね。ちょいちょいと触ったらもういやーんって出てきたでしょ。しかも金魚群だから、格言だから。もうすごい。金魚群発生につき、はい、ここは当然。で走りますね。お、はい、来た。よし、はい、広島美香ちゃん出るかもしれないよ。本当ですか？いや、撮ってないんだから出ないでしょ。撮ってたら覚えてるやろ。撮ってないのになんで涼しく出ようとしてるの。いや、出してもらえるかなと思って。いやいや、撮ってない。いや、そこは山のキングさんの力で。いや、無理でしょ、俺。撮ってもないのに。どうやって入り込むの。メーカーに交渉してもらいましょう。よし、じゃあもう一発当てよう。やばい、お、やばいやばい。ちょっとこれピンチやな。あ、線香花火、これチャンスアップですね。あー、わだ、やばい、これ終わるパターン。その通りですよ。あー、打ち上げ弾じた。いいよいいよいいよ、打ち上げ弾じた。はい、来た。お、あ、岩井。あ、すごいすごいすごい。 TIM じゃないけど岩井の文字が出ましたよ。その例えはよくわかんないけど、何はともあれって感じ。ジャパンフラッシュ発生で、ここも格変大当たりが濃厚です。大丈夫でしょ。昇格するよね。はい、オッケー。さあ、いいですね。いいですよ。ほら、ほら、水まりちゃん出てきて。あら、かわいい。かわいいですよ、水まりちゃん。あら、かわいい。今回3人ともいい感じですよ。あ、これだ、ほら、ゴーゴーシーストーリー四国版楽しんどる？今何しよう？あ、四国は初めて見る。かわいいですね、なんか。そうそう、かわいいのよ。うどんとすだちがダンスだからね。視聴者の皆さんも自分が住んでいる地域のバージョンと比べてみてはいかがでしょうか。いいですね。設定してあったら聞けるんで。あ、また来た、また出た。遅れ金魚群ですよ、これは。完全に勢いついてきたみたいです。いいな。はい、ですね。いや、連チャンしてるよ。ですね。私いつも気になるのは、このミスマリンちゃんたちのこのオレンジの水着がどうなってるのかがすごい気になって。何何、どうなってる、肩紐がないのにずれないじゃないですか。あ、そういうこと。あ、なるほどね。安心して見てられる感じのこの水着って。普通だったらずれるんだ。ずれると思います。そうか、そうか、そうだよね、はい。やっぱなんか女性目線やね、それ、はい。そんな考えたことないわ。あの、飛んだり跳ねたりしたりしてるときに、うん、大丈夫かな。なるほど、ということは RTC 機能があるから、時間が経つにつれて演出が変わったりすることあるから、ある日と2日間だけこのずれるシーンが流れる時もあるかもしれない。ない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 。完全にエロ目線に進むヤマキンですが、レンちゃんは順調に継続。気分転換の意味も込め、ジャパンモードに変更します。格言紹介していきます。が、しかし、うわ、来た、これ当たった。これ終わるパターンですね。
そのまま時短に突入し百貨店をする。まあでもね、2ラウンド1回込みの7連チャン、なかなか、いや、いいですか。そうよ、一撃1万発超えましたからね。はい、次は美香さんの番ですよ。見なさい、当たった、ラッキー、またラッキーか。昇格戦かな。大丈夫だ、昇格あるから。ラウンド中は、ラウンド中はもう美人をじっくり楽しめる、じっくり見ていただきたい。女性が女性を見てもタイプはあるでしょ。あります。男が男を見てもあるもんね、このかっこいいなみたいな。そうなんですか。あるあるある。ちょっと好きかも。あ、確かにちょっとクールな美人もいいけど、昇格するかどうかのドキドキ感も持ち合わせてくださいよ。芸能人でこの顔に変えてあげるって言ったら、変わりたい人いるの誰か。誰だろう。北川景子さんですか、ね、マジで。もうあんな美人になりたい。何の要素も持ってないですけどね。ちょっと、いや、そんな、目そらさないでくださいよ。昇格しなかったことからも目をそらさないでください。なんかこのまま駆け抜けそうな嫌な予感がします。いやいや、そう思ってたら駆け抜けるからね、そういうもんよ。そう、当たる、来る、私ならやれると。広島の北川景子と呼ばれた。笑い方、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 気をつけないと。おじさんの部分が出てましたね。そんなおじさんにも大チャンスがやってきます。お、熱い、熱い、バリンチャンス、これ熱いよ。あります、あるある。ほら、激熱だよ。お願い、裏だ。あ、当たった。行きました。いいやん、いいやん、引き戻すことが大事よ。そうですね、そうよ、欲張らずに。さらに時短100回が来るんだから。昇格、あ、ラウンド2にもある。あ、違う、いやいや、昇格アクションですよ。あ、ラウンド2になるじゃんね。昇格しました。昇格した、やった。昇格さんの21年超えようか。わー、今からか、いけるかな。いけるいける、21年。もう最後になるんで、海モードを最後やっとく。海モード、そうですね、海モードだけ打ってないからね。これですね、はい、あー、美香ちゃん、それやばい。あわ、終わるパターンよ、それ。あわー、あ、セーフセーフセーフ。あー、当たった、素晴らしい。あった、素晴らしい。これで3連チャン、いい感じに続いていますね。海ボードの曲も綺麗だからね。で、出るタイミングといい、何から何まで一生の思い出に見て帰ったらいいよ。今日見たい、見たい。一生の思い出、ほんの見れない感じじゃない。あー、これ完全に終わるパターンですよ。あー、魚群見れと終わっちゃうのかな。気合で回避しましょう、気合で。こうなったら外れるの願うしかないけど。おー、いった。セーフセーフセーフ、まだ生き延びてる。おー、来た、かっこいい。富士山ことぶき、ことぶき、いやー、すごい、いい当たり方だ。すごいな、海モードでもああいう演出なんですね。ジャパンフラッシュ発生の前に一瞬ですが焼く物が点滅しています。視聴者の皆さんは気づきましたか。よく見た、見てないよね。これになってから見てないです、はい。あれ、ああ、これ9だからね。核変図柄のリーチながらもここはスルー。ああ、あわ、これはちょっとやばいね。典型的な終わるパターンですよ、これ。わ、
通り過ぎろ通り過ぎろ、はい、止まった。ゴレちゃん、いやでもゴレちゃんは、いや十分よ、十分ですよ。ゴレちゃんちょっと出だまりばっかりだもんね。プライベートで打つと全く連チャンしてくれないので寂しいな。寂しい。プライベート送ってますよ本当。そのまま時短に突入。長かった連チャンもここまででしょうか。あー時短やね。あやっかいて。ああ終わった、終わってしまいました。まあ5連チャンということで、はい、柴崎美香ちゃんの連チャンもありまして、はい、ここで後半戦は終了したいと思います。終了しました。さあ実践の方が全て終了しまして、はい、もう言いたいことは分かってますよ。何ですか。いやいや、ありがとうございますとか素敵ですとかまあいろいろ言いたいことあると思うんですけども、トータルして好きっていうことになってる可能性がありますよね、はい、僕のこと。ああ私がですか。ああってああってすいません、私今日海に夢中だったんで。ちょっと違います。よく今日の一日を振り返ってくださいよ、はい、まず前半何をしました。前半は、うん、バジリスクを打ちました。バジリスク絆を打ちまして、はい、もうそれも十分楽しんで、はい、収支的にもプラスで終わりました、うん、はいはい、はい、で後半何を打ちました。後半は海を打ちました。海ジャパン打ちましたね。ジャパン打ちました。楽しみました、はい、プラスになりました、はい、なんと、はい、両騎士ともプラス、はい、そうなんですよ、ね、これはやっぱり僕の力も大きいと思うんですよね。おやっぱりほうそうでしょ。それはだってそうだと思いませ ん, んあれあれ全然思ってない。いやだって後半ね、はい、連チャンして金魚組にしてあげるよって見せていただいたりしましたけど、はいはい、あれはかっこよかった。あれはすごかった。本当にすごかった。あの時の手つき見ました。そうサッてしたらシャーって流れましたから ね, ねっつって、はいはい、ただちょっと前半戦が、うん、前半戦ね今日僕本当完璧でしたよ。今日の僕に惚れないともう一生惚れることないですよ。大丈夫ですか。一生ないですね諦めるな諦めるな早い、はい、まあでも本当に楽しめたんじゃないかなと思いまして、はい、ジャパンも楽しいでしょ。本当にすごい楽しかったです。今までの海のイメージと全く違ったんで違ってね。で海の要素も残しつつね、うん、癒されるところもあり、はい、本当にねいろんな演出も楽しめますんで。緩急の付け方が半端なかったですね、はい、緩急の付け方がすごかったです。でもう一個ね、はい、こちらキスケパオ、はい、男子トイレがすごいです。男子トイレそれだけはもうねプレゼンできなかったけど、はい、男子トイレすごいんですよ。男子トイレの小便器のところに、はい、このモニターがありましてね、はい、まあショーの方をした時に、はい、的に当てると、はい、このモニターにいる女の子に風が吹くんです、はい、でスカートがめくれていくっていうねそれもねプレゼンしたいけどやっぱ男子トイレはね味方だったらいいかな入ってもよくないかな。いや本当にねそれも見ちゃったい。本当トータル面白かった。漫画コーナー見た。あ見てないですよ。めちゃめちゃあって。本当ですか。多分ね2年は5000冊5000冊ある2年持つであれって2年入れる。あ私ずっと入れるじゃないですか。ずっと読んでても2年かかるであれ5000冊あるんだ。そのプレゼンは関係ないんですけどまあね、バジリスクも楽しんでいただけたということで、はい、またぜひよろしくお願いします、はい、いただけたらと思います。ありがとうございます、はい、ということでね、今回は島崎美香ちゃんをゲストにこちら、はい、キスケパオ小坂店からお送りしました。また次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。